25日発売です。 797FM。ここからグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境を作る厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、3月に入りました。なんだかこう春が近づいたなって、そんな、気持ちで嬉しいなと思っているのは私だけではないのではないでしょうか。さあ、3月といえば、まもなく東日本大震災発生、そして福島第一原発事故発生から2年が経とうとしています。今回この番組では福島の現状について知り、そしてこれからをどうしたらいいのかなということを考えたいと思います。2011年に福島から避難して京都で避難生活を送っておられる西山優子さんにお話を伺います。西山さんは避難者と支援者を結ぶ京都ネットワークみんなの手代表として本当に精力的に活動していらっしゃいます。西山さんには昨年8月にもお越しいただきました。西山さん、ご無沙汰しております。こんにちは。こんにちは。その説は本当にお世話になりました。ありがとうございます。はい、お世話になりました。こちらがお世話になったという感じなんですけども西山さんは、はい、細い体で本当にいつもお元気だなっていうふうに思うんですがどうですか、体調はいいですか。はい、いや、実は風邪をひいていて、はい、何日か数日ダウンしていたんですけど。あ、そうなんですか。はい、なんとか復活してきました。そうですか。はい、私もですね、10日ほど前に、はい、あ、風邪ひくなとい こう夜何かをしている時にそういう瞬間があったんですけども、そのままの服装で、まあ、いろいろこう調べ物したりしてたら案の定風邪ひいたって、そんなことですね。はいまあ、そういう西山さんなんですけれども、どうでしょうか、娘さんと避難してこられたのが2011年の何月でしたっけ。京都には6月に避難してきました。はい、2011年6月に。2011年6月、はい、京都にはというのは、まずは東京にあったんです。はい、東京にまずは避難して、はい、それから京都に、6月に避難しました。そうですか。はい、その東京から、さらに京都に避難されたっていうのはどういう理由からでしょうか。京都府の方で私たち福島県全域 の、はい、避難者、はい、まあ、福島県全域の人間を希望すれば避難を避難者に対して、住宅を無料で提供していただくような支援がありましたので、まあ、それを京都府が本当にもういち早く震災後に行っていたということを知りまして、東京から京都に移動してきました。ああ、そうですか。はいはい、そしてご主人がまあ関東に一、はい、人残られたと。あ、そう、福島にまず残りましたね。はい、福島に残られて、はい、今はどちらでお仕事。出張で、はい、東京の方に今おります。そうなんですか。はいはい、まあ、二重生活ということでなかなか大変だと思うんですけれども、どうでしょうか、この2年経ってこう何かが変わったとか、随分京都に慣れたなとか、早く福島に帰りたいとか、いろいろあるかと思うんですが、思いとしてはどんな感じなんでしょう。何ですかね、悲しみが強くなったかなっていうのがありますね。そうですか。まあ、現実は受け止めてるんですけれども、はい、やはりなんであんなことになっちゃったんだろうとか、故郷に対しての思いがますます強くなって、なんかなんとかできないのかなって、福島はなんとか元に戻せないのかなっていう思いですね、今は。ああ、そうですか。はい、それはあれですね、その原発事故による双葉町とかいろいろそういう町ももちろん皆さんそういう思いかもしれませんし、うん、それから石巻とか、それから陸前高田とか、
もう自分の町がすっかりなくなったも同然ということで、まだ復興ままならずというところも、やっぱり自分の町を何とかしたいっていう、やっぱり生まれ育った場所に対する思いっていうのは、なんていうんですかね、私は別にそれがなくなったわけじゃないんですけども、やっぱりますます強くなるっていう、そんな感じなんでしょうか。まあ、最初からそんなに怒りとか悲しい怒りはあんまなかったんですけど、はい、やはり最初はね、例えばありますよね、例えばどうして早くスピーディーの結果を、私たちにスピーディーのことを、どちらにね、風が向いてるか、向いてるかとか、はい、なんで知らせてくれなかったんだろうとか、そういう、もう悔しさみたいのが先にあって、例えば国であるとか県であるとか、まあ、矛先が向いてたんですよね。被害を最小限に食い止める方法がちゃんとあったにもかかわらず、情報が全くなかったということですよね。そこに対してね、はい、どうしてなんだろうと思いがすごく強かったんですけど、はい、納得できないと、でも例えば夏でもそうですけど、福島の方をこちらに招いて、同級生再会プロジェクトをして、福島に今住んでる方とコンタクトをしたり、またこの頃は福島から、例えば駅伝でね、この間駅伝の走者が来て、はい、みんなでお祝いをしたりとかっていうことで、どん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 私も今福島にいる方と、また福島の福島県の避難者支援課の方にお会いしたりとかしていくうちに、その今まで国とか県とかって言ってた見えない物体っていうのが分かんなくなってきちゃって、同じ被災者で同じ思いなんだと、私たちが避難してる私たち、またそこに住んでる人たちももう同じ被災者なんだっていうところが、だんだんこう雪が溶けていくようになった時に、もう悲しみ、なんでこんなになっちゃったんだろうって、私たち分断とかがあったり、そのなんでこんなになっちゃったんだろうとか、その福島に対する思いみたいね、が募ってきたっていうのがありますね。本当ですね、はい、こういつまで経ってもやっぱりそういう思いというのは募るばかりというか、時が経ってこう何かをこう忘れていくということができるものではなくて、ますます時とともに募っていく、こう増していくものかもしれないですね、今そうですね、お話伺っててそう思いましたですね。だから私たちの場合に、例えば目に見えるものを失ったんじゃないと思うんですね、はい、津波だともうとにかく家もなくなってしまう、でも私たちの場合、別にうちはあるわけですから、車もあるわけです。ただ前と変わってしまったんですよね、はい、そこで自由に遊ぶこともできなくなってしまったし、はい、いろんなことを気をつけて生活しなければいけなくなったっていうことですよね、はい、でもそれって逆にあるものがあるだけに辛いというか、はい、なんでこの家は地震で壊れなかったのにそこに普通に住めないのかという当たり前の思いですよね、これは。でもそこに住んでる人もいるんですよね、はい、でもやはり不自由な生活をして、ま、前とは違う生活をしていますよね。そうですよね。でもそこに住んでる方もいて、そこへ何とかやっていかなきゃいけない人たちもいて、たくさんいらっしゃるわけですよね。避難してる方が少ないので、はい、で私たちのように避難をして、やはり福島のこと、それから東北のこととか、はい、これから桜が咲けば、ああ去年前はねどこで桜を見たなとか、そういうことがもう走馬灯のようにね、頭をよぎって、私はなんでここにいるんだろうって、春を迎えるのはなんかちょっと悲しい、寂しいですね。ああそうですよね、やっぱりそういう季節季節のこの思い出がある時になると、余計に思いが募るということがあるかもしれませんね。今その福島のそういう現状というのはどうでしょうか。多少は除染とかそういうものは進んでるんでしょうか。そうですね、やはり皆さん放射能と戦いながらというか、はい、共存しているというのがやはり本当なんじゃないかなと思いまして、福島市の方でも、まあ、除染の方進んでおります、はい、でやはり小学校とか学校に関しては、はい、どん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 線量も低くなっているということは聞いています。ああそうですか、はい、まあ、しかしそれは本当に、ここはある程度そういう除染によって線量が下がったという、そういう
もので、決して自由な元通りの生活が戻ったというわけでは決してないという、うん、そういう中で皆さん、ね、たくさんの皆さんが今も生活してらっしゃるということですよね。そうですね、はい、西山さんが代表を務めておられるこのみんなの手なんですけれども、これをこうお作りになったのはいつでしたでしょうか。2011年の12月です、はい、2011年の12月、はい、はい、京都に来られたのが何月っておっしゃいましたっけ。6月です。このみんなの手を作ろうと思われたのはどういう理由からでしたでしょうか。私が受け入れていただいている住宅で、はい、まずは避難者の有志の会を8月に立ち上げたんです、で発信をしたんですね。私たちここにいますと、福島から避難していますっていうことを伝えましたら、はい、多くの京都の方たちが何かできないかって言っていろんなものをいただいたりとか、はい、励ましていただいたりと、でそうしているうちにやはりその私たちだけではなくて京都にたくさんの避難者がいて、私たちの住宅だけではなくてそういうような皆さんの善意をね、京都の全域の避難者の方たちにもなんとかシェアできないかなって思いまして、みんなの手を立ち上げました。ああそうですか、はい、今おっしゃったその私たちここにいますという、はい、それはやっぱりなんかすごいなっていうか、やっぱり私たちはそれを知らなければならないっていうか、知らずにいるっていうことは非常に良くないなっていうふうに、思いますね。私は何よりも、はい、その時にやはり福島県の場合には避難区域ってありますよね。強制避難区域とかってありまして、はいはい、警戒区域避難区域を受け入れている自治体はすごく多かったんですけど、はい、私たちのように自主避難者を受け入れている自治体って少なかったんです。でもそれが山田知事が手を挙げて福島県全域の避難者を受け入れてくれたと。そうですか。だから私たちはここにいるんですって、皆さんの京都の方の善意で私たちはいるんですってことをお伝えしたかったんです。ああそうなんですか、はい、ありがとうございます。山田知事ありがとうございます。ありがとうございます。私山田知事に去年お会いして、はい、写真展の時もいらっしゃって。ああそうなんですか。それで山田知事に本当に感謝の気持ちを述べられたんです。ああそうなんですか。本当嬉しくって。そうですか、はい、念願が叶ったんです。ああそうなんですか。山田知事は結構こまめにいろんなところにこう、はい、お出かけなので、はい、またいろんなところでお目にかかれるかもしれませんね。そうですね。やっぱり直にこう、お願いしたいことを伝えたりとか、お礼を言いたいことがあったら伝えたりっていうのはやっぱりそういう、どういうふうな布施をしていただくかということにもつながりますので、はい、いいかもしれませんね。こんなに喜んでくださってるんだということを知事に伝えられたというのが素晴らしいことですね。よかったですね。次はね、逆に京都のためにね、はい、私たちも何とかしたいなと思っているところなんです。ありがとうございます、はい、さあこのみんなの手としては、どのようなことをこれまで活動してこられたでしょうか。主にこう夏以降のことを伺いたいんですけども。はい、ご存知のように、はい、この間お邪魔させていただいたときに同級生再会プロジェクトのことをお話しさせていただいたと思ったんですけれども、はい、まだ今日初めて聞いたよっていう方もおられるかもしれませんので、それはどういうものなんでしょうか。福島県から避難してきた子どもたちのお友達を福島から招待して、バラバラになったお友達同士の絆づくりをすると、はい、でまた福島の子どもたちは外で思いっきり遊べないので京都で思いっきり遊んでいただくっていうため の, プロジェクトを夏に行いました。はい、それが、何でしたっけ。同級生再会プロジェクト で, クト、はい、であと家族再会プロジェクトは夏もそうですけれども冬も京都と福島間のバスを走らせて、帰省する、またはこちらに家族に会いに来るっていうようなおじいちゃんおばあちゃんお父さんなどに利用していただきました。ああそうなんですか、はい、夏と冬も行いました。そうですか。それぞれどれぐらいの方が参加されたんでしょう、はい、大体ですが同級生再会プロジェクトの方は、はい、約福島と、京都で80名の参加者がありました、うん、はい、あとは家族再会プロジェクトに関しては、これもすごく多くって、ここに人数が書いてあると思うんですけれども、はい、100名以上の方がもう利用されました。ああそうなんですか。もう帰省バスの方は両方47名定員なんですけれども満席でした。あ往復。そうなんですか、はいはい、ですから延べにするともう本当に150名ぐらいの方に、利用していただきました。
その家族再会プロジェクトは、はい、避難しているところから福島に行くというそういうバスですか、はい、で向こうからお父さんやおばあちゃん、はい、おじいちゃんが来るっていうのも両方です。両方ですね、はいはい、であと夏に関しましてはこのバスのほかに深山の方に家族再会思い出ツアーということで、まあ、被害ですけども、再会して深山、はい、深山に美しい自然 の, ある深山町に行かれた、はい、ということですね。そうです。そうですか、はい、はい、どうでしょうか、こう皆さんのその声、はい、参加された皆さんの声というのはどんな感じでしたでしょうか。特にその福島から来た子どもたちっていうのはどうですか、どんな思いで彼らはずっと震災後にプールに入って入れなかった子どもたちもいて、はい、久しぶりのプールで本当に喜んでましたね。そうですか。遊園地も子どもがプールに入るなんて当たり前のことですよね、うん、夏休みになったら毎日プールの、ね、ノートつけてってそんな感じですよね。でそうでしたね、はい、やはりお友達と会えたことがとても楽しかったし、はい、それからあとお母さんがね、はい、すごく涙流して喜んでたの。だからお友達だけじゃなくて子どもたちだけじゃなくて会いたかったのってお母さんたちもだったのかなとか、あでその写真を撮っていただいて写真展もしたんですけど、はい、お母さん同士が抱き合って泣いてる写真とかね、会えてね、そうですか、嬉しかった写真、これは12月に写真展をしたんです。宮古メッセでされたんですか。これですよね、はいはい、例えばこういうお母さん同士が会って、はい、会ってね泣いてる写真ですかね。あ、これはユーストリームでご覧の方には、ごめんなさい、泣いてる写真なかったですか。はい、なかったですね。あ、そうですか、はい、もう子どもたちがプールで、ね、そうプールで、浮き輪持って遊んでるとか、うん、もう本当は当たり前の、子どもたちにとって当たり前の生活ですよね。そうですね。それがやっぱりこういう、プロジェクト年に1回であるとか、うん、2回であるとか3回であるとか、そういう限られた時だけのものっていうところがやっぱり福島の今の現状だとですね、はい、やはりそのお母さん同士がね涙ぐんでるところにね、はい、共感したお母さんたちもたくさんいて、はい、分かるって、うん、そうですか、はい、分かりました。さあ、そういうみんなの手の活動としては、このやっぱりこのプロジェクトが主なる活動になるわけでしょうか。そうですね、はい、それで今みんなのカフェの方をオープンする準備をしておりまして、はい、春に向けてカフェをオープンすることになるんじゃないかなと。はい、そうですか、はい、さあ、この後はこれからのお話を伺います。からグリーンコミュニケーション、ここからは厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。西山さん、私ちょっと声が枯れてきました。はい、風邪良くなったと思ってたんですが、さあみんなの手、先ほどみんなのカフェのお話ちょっとありましたけれども、はいはいはい、カフェを開くんですか。そうなんです、はい、私たちが、すごい、はいはい、ドキドキですドキドキです、はい、それまずどちらに。伏見区の両替町っていうところなんですけど、はい、駅でいうと、駅でいうと京阪の伏見桃山駅と、ほう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 、近鉄の桃山五両前駅、まあ静かな住宅地ですよね、はい、大手筋商店街の界隈なんです。まあ便利なところでもあるということですよね、はいはい、そこにその、カフェ、みんなのカフェを、はい、もうあるんですか。はい、だいたい箱はというか、はあ、もうできていて、
でそこでワークショップとかを先月から始めました。ああそうですか。でワークショップって、はい、例えばどういうことを、今2月に行ったのが気候クラスとかなんですけど、3月はチャイルドタッチセラピーとか、はい、マッサージとか、うん、あと免疫力アップセミナーとかを計画しています。ああそうですか、はい、そのワークショップの、まあ、テーマとか目的っていうのは大体どういうようなことを目指してっていう何かはあるんでしょうか。はい、このワークショップとかセミナーはみんなの広場という名前でするんですけど、はい、心と体に気持ちいいワークショップとかセミナ ー, いいです、ね、でみんなで共に学んだり、体を動かしたり手仕事をしたり、地域のみんなが集まりほっこりできるコミュニティスペース。あーどうですか。いいです、ね、いかがですか。それは、はい、これは、はい、京都に住む私たちも、はい、参加していいんでしょうか。ぜひぜひ来てください。私たちねやっぱり避難者だけじゃなくって、はい、もうこれからもう2年も経ちますので、はい、地域の方々とつながりたいんです。私たちも京都の京都市民ですよね、はい、でもねまだ住民票福島なんです。あそうなんですか。だからね、まあ、移動されてる方もいらっしゃるんですけど、はい、京都の方にね私たちが言うのもすごく申し訳ないんですけど、一緒になんか仲間入れてほしいんです。コミュニティ一緒に作りたいんです、はい、だから一緒にね、はい、これからいろいろできたらいいなっていう。そうですね、はい、逆に私たちも、はい、一緒に仲間になりたいっていうか、うん、そういう方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。じゃあみんな手をつないで、みんなの手ですね。本当ですね、はい、今映像をもしご覧の皆さん西山さんと私がなぜか握手したという、ご覧いただいたかなと思うんですが、はい、そしてこのカフェ、まあ、はい、いろいろそういうワークショップもされて勉強もしたりとか、はい、いろいろ講師の方を呼んだりとか、はい、そういうことをされつつ、この実際のカフェというのも、うん、される予定なんですか。そうですね、4月に入りましたら、はい、今頑張っていろいろとメニューを今日確定して、はい、お皿を選んで、お、はい、どん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 少しずつ準備をしております。あそうですか、はい、それはいいですね。ありがとうございます。はい、はい、あれじゃないですか、はい、仲間の皆さんも、はい、やっぱりそういう、こう場所があって、いろんな方とやっぱりカフェっていうのは私たちの放送局はラジオカフェっていうんですけども、うん、やっぱりカフェというのはいろんな人がこう触れ合えるそういう場ということで、うんうん、非常に魅力的ですよね。そう、あとは楽しみですね。働くのが避難してきたお母さんたちがメインなんですけど、はい、どうしても私もそうですけど、小さい子どもさんいるとなかなか自由に働けないじゃないですか、から1日2時間とか3時間とか、うん、あと何か子どもが病気になった時にみんなで助け合えるような、まあ、そういう部分で就労支援ってこともありますし、はい、あとやはりね、美味しいもの食べて、はい、なんかみんなハッピーになりたいじゃないですか。ハッピーになりましょう。なんかそんな感じで来てもらってみんなで美味しいね、楽しいねって、それをしたいですね。あ、なるほど。そうですか。はい、ね、西山さんはこうみんなの手のプロジェクトとして同級生再会、それから家族再会のプロジェクトをされたんですけれども、やっぱり自分たちのやっぱりそういうハッピーな気持ちになるっていう、そういうことも大切ということですよね。うん、そうですね、はい、それからこれからということで言いますと、昨年6月に原子力事故による子ども被災者支援法というのができたそうですね、はい、これはもう実際にそういう稼働ってしてるんですか。まだまだ議員立法で、はいはい、これから、まあ、具体的な施策であったりとか予算が決定していくというところで、まだ何も具体的なことは決まっていません。ああそうですか、はい、どうでしょうか。いろいろこう問題というのがあるかと思うんですが、うん、こういうことはぜひ実現してほしいなということをいくつかちょっとお話しいただけますか。はい、これかなり画期的な議員立法だと思うんです。あ、そうですか。それは何かっていうと、これは民主党政権の時にできたものですよね。はい、避難の権利を認める、はい、避難する権利がある、避難の権利を認め、避難の権利、それから居住の権利、それから帰還の支援、帰還の権利を認めるというものなので、やはり私たち避難してる、それに対してやはり保障するということということですので、それを認めていただいたってことはすごく嬉しいなと思っています。勝手に避難した、うん、自主避難したという人たちに何らの権利も与えられないというんではなくて、
やっぱり避難する権利があるという考え方が非常に大切ということですよね、そうですね、はい、その自主的に避難って変ですよね。ただそういう考え方が、はい、ただ基本的な考え方が、はい、基本概念がまだ決まっていないので、例えばその適用地域っていうんですか、支援する地域っていうのをどういうふうに線引きするかわからないので、そこが難しいですね。難しいです。ただこの間お話を聞きましたら、それは後回しにしても、できるところからどん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 予算を組んでいくとおっしゃってたので、できればもう早い、もう早く進めていただきたいことってありますよね、はい、例えば京都府の場合には3年間住宅今提供していただいているのは3年間なので、はい、そういう限られた期間なんですか。そうなんです、はい、でそれは災害救助法というものでにのっとって今支援していただいているんですけれども、私の場合は来年の6月に出なければいけないので、まあ、そこをね、被災者支援法でなんとか今避難している方たちに対して住宅の延長を被災者支援法の方で乗っかって、それを延長できるようにしていただきたいなっていうのがまずありますね。本当ですね、はいはい、これはやっぱり期限はなくてもいいんじゃないかなというふうに思いたりもしますけれども、その他にぜひこれはということがあれば、はい、最近内部被曝の問題が非常に WHO がどうとかとか、それから国際機関のさまざまなこう発表っていうのがあったりするんですが、やはりそこでも被災者支援法でも内部被曝のことを認めているところがあるんです。ですからそういうところではそこに居住する権利もあるわけなので、そこに居住している方たち福島とか線量が高いところに避難住んでいる方たちが、やはりある程度子どもたちであれば自然活動教室っていう名前でも名前はいろいろありますけれども、外に出てやはり、リラックスして保養というかね、精神的にも肉体的にもリラックスできるような機会をやはり定期的にあげるというような、そういうことを具体的に盛り込んでいただきたいと思ってます。それはやっぱり法律の中にそういうものを設けるというところが、うん、でプラスそこに予算がつくってことですよね、はい、予算がついてないんですよ。ですね、はい、というかこれ去年の6月に成立したものですよね、うん、こう復興庁ができてなかなか遅々として進まないとかいろんな話がありますけれども、そういう、せっかくいいものを決めたにもかかわらず、それがこうなんていうんですかね、すぐ実行に移らないっていうところが歯がゆいとかそんなんじゃなくておかしいですよねっていう気がするんですが、やっぱそこなかなか線引きが難しいんですかね。政権が変わったってこともあるとはある思うんですけども、はい、なかなか、でもこれは超党派で決められたことなので、はい、早く実現していただきたいですよね。そうですよね、うん、やっぱり皆さん我が身に置き換えるっていうか、やっぱり自分がそういう立場になったらどうなのかというふうに考えると、やっぱり将来のエネルギー政策とかそういうものも全てを我が身に置き換えると今、安倍さんがおっしゃったようなことにはならないんじゃないかなというふうには思うんですが、さあ西山さん、時間がもう、45秒しかなくなりました。こうみんなの手、西山さんとしてこれからどんなことをしていきたいなって思ってらっしゃるでしょうか。うん、何よりも、私たち避難者と、それから京都と、そして被災地をこれからもつなぐような活動をしていきたいと思います。京都の皆さん、はい、よろしくお願いします、はい、私もぜひ仲間に加えてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。